タリラタリタン。はい、ドラムマニア、ゴールデンウィークは皆さんいろんなところでライブをやって、ね、僕も実はこそこそと見に行ってますけども、こんな中でもレッスンするんだよな、本当にな。ジルジャンの ZBT、安物のシートシンバルです、最近はね、そうちょっと前 の B8 とかプロ B8 とか、あれと同じ対抗馬のシートシンバル、もうガシャコンガシャコン、最近のこのシートシンバルもかなりクオリティが上がってて、深い音色を必要としない、例えばライブとかね、ロックなんかで、あと結構こうそう、ハイがしっかり出るので、明確な、細かい今のハイハットのね、ニュアンスなんかも結構出るよね。そうそう、ライブとかだったら、むしろ音量があって楽です。はい、これ普通のっていうかね、いわゆる、A ジルジャンニュービート、もう名字ですね。ニュービートハイハット A ですね。セービアンでいうと AA の、なんだっけ、レギュラーとかね、普通、いわゆる普通のやつ、どうですか、違いわかりますか、もう一発で違うね、この余韻の綺麗さっていうかさ、ただそこまではどうなのね、 iPhone もそうですけど、まあ、実際のライブでやるときにこの余韻までは皆さんね、気にしてやってな、まあね、叩いてる人しかわかんないよね、これね、なんていうの、自然にこうちゃんと溶け込むっていう意味ではこっちよりもねやっぱりいいよね。で、何、例えばこうThank you.
だ。踏み音も。一番綺麗というか、まあ、耳慣れた音だからマニアックなところで、まあ、今のがスタンダードだとすると、これは K のねカスタムダークハイハット K カスタムダークという、まあ、これ僕のやつなんですけど、今までこれずっと、まあ、メインで使ってた、ちょっと今のやつよりもおとなしいですね。だからむしろちょっと物足りない、物足りなく感じるかもね。音の太さが、綺麗といえば綺麗で、ほら、こんだけで全然違うぞ。あ、そんなことない。そう、ちょっとね、音がちょっとペライですね。あれ、このニュービートよりカスタムダウン、何だろう、これね、確かもうにずずぶずいぶん昔ですけどね、多分これ高堂先生の影響かな。高堂先生が使ってたハイハットとライド、確か A で、今回はこれエボリューション、まあね、デューベッケルですけども、ブリリアント仕上げなのですごい派手に聞こえますけども、まあね、こっちじゃないか、なんかこれもまあねThank you.
ね、派手さ、とにかく派手な感じだよね。派手。で、音の深みはあんましない感じ。深みというか、音量もあるし、音の厚みはあるんですけど、深みなんていうの、そう、だからむしろさっきの K カスタムダークのこの、ジャン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 、まあ派手は派手でいいんですけど、例えばこのノーマルの、エイジルジャン、やっぱこれはね名機だな。もう本当に何十年も前に作られたのに、いまだにこう、もうジャズでも普通のポップスでもロックでも、エイジルジャン、で今の何、エボリューション、なんかそうだよね、ドラマーから、ライブやり慣れたらドラマーさんからするとさ、なんか EQ かけたマイクの量いいんだろうな。多分あのエンジニアさんは使いやすいと思います。分かりやすい。まあ厚みも、音の厚みも本当は全然あります。とにかく、だからプラスとにかく派手なの。ね。でですね、まあこれが何だっけ、やっぱニュービート。ジンジャンの、ね、一番本当はスタンダード。全然違うでしょ。どうなんだろうね、ゴーストノートとハイハットの相性とかね。どのハイハットが好きですか。
なこれ、あの今のね、テンポキープ、自分のためにもバンドの中でこの音をで踏んであげてテンポをちゃんと知らせるっていう意味では踏み音がすごい綺麗に出ますね。これはちょっとトップだけの話じゃないんだよね。これね、一般的な長い一般的なハイハットのボトムハイハット、こういうの面白い、あのボトムの普通のボトムのエイジのボトムなんですけど、あとトップよりも分厚いです、音量が稼げるよね。で、トップは反応が速いしてる。でこっちは分厚いんですけど、意外と割とここにはあましこだわってないというか、まあ綺麗にもうレイジングとかしてるんですけど、ってこうやって見てよく見る感じ、まあハンマリングもそう、まあでもしてあるんだろうな、ハンマリングで多分カップの部分っていうのはあんまりハンマリングしてないと思うんですよ、一般的にはこれだけど面白くて、このレイベックルのボトム、ハイハットのボトムなんですけども、ちゃんとねこの辺もすっごいハンマリングしてありますよ。見てわかるかな、ね、もうここまで全部ハンマリング、もうどん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 こうハンマーで打ってこう点なんですけど、音の響き方を全部調節するんですよね、職人さんがね。でそういうことをここにもねすっごいやってあるんですよ。これちょっと珍しいな、まあ何かこだわりがあるんですよね多分ね。からこのね面白い、ハイハットシンバルって上と下が同じサイズなんです。まあ当たり前ですよね、こうやって合わせるとピタッと本当は合うんですね、普通はね。でこれね、こうやってやるとまあ多分これじゃ分かんない、下の方がちょっと大きくて多分目で見て1ミリ弱ぐらい、明らかに下のボトムのハイハットの方が大きいのが分かります。これも多分ハイハットってさ、みんなさ、なんかちょうど綺麗な音、空気が入ってカポカポいって音が鳴らない時がある、あの踏みを足で踏むっていう音も綺麗にならない時とかあるの、あったことありません？あるよね多分。長くやってる人はあのちょうどこのシンバルが本当理屈で言うとちゃんと2枚同じ水平に、あ平行かに降りるとなんか空気がね溜まるのか、まあとにかくね当たってるのにね音がしない時があるんですよ。でそうするとピュッてやったりとか、このここにネジがあって、あらかじめ下のシンバルをわざとこうね斜めにしといて、そのとにかく綺麗に合わさるのを防ぐ方法がみんなするんですけど、多分それのあれだと思います。これ見てわかる？こうやって踏んだ時点でもさ、多分片っぽに寄せると1ミリ以上下のボトムシンバルの方が大きいです。だからこれもちろん考えてやってると思います。もっと長くなっちゃうから、まあ暇なんですよね。まあってな感じで、さああなたはどのハイハットシンバルがお好きですか？